こんにちは、ことの葉へようこそ皆さん、お元気ですか私は元気です今日も日本語でお話ししましょう今日は、あなたは何が欲しいですか、えー、今、何か欲しいものがありますか、えー、私はですね、えー、まずソファーだよなソファー椅子ですね、えー、うちの犬がですね ソファーにまあ穴を掘るもんですからねなんとなくこうソファーがくたびれてきました、えー、それにねたまにこうソファーの上でね吐いたりしてしまうんですよねこう今家にあるソファーは、えー、無印良品のお気に入りのソファーなんですけどねさすがに無印良品のソファーもワンチャンパワーには負けてしまいます あとはですね欲しいものもないようで探せばたくさんありますね、えー、他にもね言い出せばたくさんあるんですよ、えー、私はあの電気製品が好きなのでね新しいものが出ると、まあ、とても興味が湧きます、えー、でもねまあ電気製品も最近のいいものはね高いんでね簡単には買い換えれませんね えー、あとはね枕ですね私はあの枕が欲しいです、えー、でもこの枕選びがなかなか難しいです、えー、自分に合ったものを探すのにまあ苦労しますなんか首にはねあの低い枕の方がいいらしいんですけどね、えー、結構低い枕はダメな人って多いんじゃないかな あなたの枕はあの高いですか低いですか、えー、あとね、えー、そうそうあのね私はあのポーランドの食器も好きですポーリッシュですよねあの絵柄が大好きですねかわいいし丈夫だしまあでもねこれもあの日本で買うとですねなかなか高いんですよあのー ポットと、えー、コーヒーカップとソーサーを私は持っていますが、あのポットはね、こう大きいもの、まあ、少しですよ、少し大きめのものだとね、1万円ぐらいしますね。まあ、今はねあの、お皿が欲しいですね。ちょっと大きなお皿。ポーランド食器はね、あのやっぱりあれですかね、ヨーロッパで買うと少しは安いのかな。 やっぱり高いのかな？うん、あとはですね。まあ、ななんてね。あの並べ出すとね。まあ、終わりがなさそうですね。うんえー、さて、あなたは何が欲しいですか？今日も聞いてくださってありがとうございました。またお話ししましょう。またね。バイバイさようなら。